こんにちは、マセン6494です。今回はドラゴンクエストスーパーライトのですね、完全に知識不足というか、まだやり始めて、ちょっと日が浅いっていうのもあるんですけど、どれが使えて、どれが使えないのかっていうのをちょっと教えてほしいなっていう感じの動画ですね。最近モンスター結構増えてきまして、まあ、ある程度、A 以上かなのモンスター地図、魔法の地図から引き出して全部牧場に連れ込んだんですけど、このキャラ SS ランクのトガミ姫は使おうと思っています。今のパーティーから誰か外して、で残りのこの S のキャラクターたちなんですけど、どれを育てた方がいいのかっていう、ダークドリアムは確定して使おうとは思っています。このキャラも使おうと思ってる。オムドロレス。あとの S キャラ、どれを優先的に育てた方がいいのかなっていうのが、ちょっとわからないっていうやつですね。まあ、とりあえず、このスライムはない。で、あとの残りっていう感じなんですけど、どうなのかな？まあ、あと、とりあえず、なんだっけ、魔王ガチャ10連のやつをあと2回剣を持ってるので20連はできるんですけど、それで出た S ランク以上のキャラクター込み込みで、まあそれは後で出そうと思ってるんですけど、とりあえず今の中で使えるキャラはどれ使った方がいいかっていうやつですね。どれだろうね。まあ、とりあえず、一番最初にクジラゲットしたので、クジラは、ある程度育てていってるんですけど、ガーディは、なんとなくね、見た目で、あ、こっち強いのかな、弱いのかなっていう判断をすると、キラーマシーンは、育ててもいいのかなと思ってるんだけど、見た目でね、まあ、多分、相手の属性によって変えるっていうパターンもあると思うので、それを込みつつ、他のキャラも育てていくっていうのも、ありとは思うんですけど、まあ、どのキャラが優先的なのかなっていうのをちょっと知りたいなっていう感じです。はい。あと、このスライムを、まあ、スライムね、外したくないんだけどな。トガミ姫が回復してくれるので、まあ、それとチェンジなのかなっていう感じはあるんですけど、癒しなめだっけ。この回復ってどれぐらい回復してくれるのかなっていう、あれはあるけど。とりあえず、ハテナハテナハテナ系染めできるなっていうのはあるんだよね。キラーマシーンは物質系か。そんな感じですね。はい。まあ、とりあえず今のところ闘技場のまだ昇格戦までやってないんですけど、6の昇格戦まで、あともうまあまだまだなんですけど、そこでちょっとやってみて、クリアできたら、次7なので。フルバディリ、強化していきたいかなと思います。まあ、今現在で、まあ、勝てているので、育てながら、っていう感じなんですけど。はい、ということで、スーパーライトの、この、どのキャラ使えて、優先的にどれ育てた方がいいですよ、っていうのを教えてくれると嬉しいなっていう動画でした。はい、ということで、よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。じゃあね。